おしゃれなところ。すごいな。昼は喫茶店、夜はバーをしてるところや、こういう立場やから信頼できるところで飲む。わしはウサギの妹ちゃんと差しで飲むことにした。昨晩、グレンが苦味を効かせたが何の効果もなかったようやからな。おすすめあるで、頼むか。教えてくださいな。しょっぱなから要件を言うのは申し訳ない。ある程度は楽しんでほしかけんな。生ください。気が休まったら話を始める。それまではちゃんと飲むことにしよう。うまうま。こういうのが好きだやっぱり。いいのみっぷりで食いっぷりやな。ヤクザの投了相手なんに、普通に飲んで食って。警戒心がないんかな。不思議な人種や。と思うしかなかった。あ、焼酎ロックでお願いします。また渋いものを飲む。ふう。さてさて。妹ちゃんや、ちょいとええか。なんでしょう。お主なあ、わしらのこと怖くないんか。怖くないか、ですか。そうや。わしらはヤクザ、そんじょそこらの仇とは全然ちゃう。大抵の奴はそれだけでビビり散らすようなもんや。なのにお主は、怖がる様子を少しも見せん。しかもまさかの差し入れをするなんてことをした。怖くないんか。まったくです。まったく怖くないです。別に舐めているとかじゃないです。陸道さんや皆さんを見て。根っこはすごく優しい人たちだってのが分かった。そう感じたら、怖いという感情がどこかにうせちゃいました。まあ、他にも要素はあるんですけどね。そうか。そうか。そうか。怖ないんか？陸道さん。はっきり、言うしかなかな。妹ちゃんよ。正直うざいんじゃ。表の人間がそうやって来られるとな。裏の業界は簡単に死ぬし、暴力あるし、どうよりも理不尽の極みや。そういう世界に。頭の良い奴、しかもお主は医学を治めたにやろ。そんな奴がおったら、こちとら迷惑なんじゃ。それに、これ以上関わればお主もまともな死に方をせえへんぞ。責任も持てん。お主の姉も悲しむ。そんなのは真っ暗やろ。最悪の場合、わしらが妹ちゃんを殺さなあかん事態も考えられる。もう、金輪際こっちに混んでほしいんや。さて、どう返答するか。嫌です。なんと真っ向から拒否の姿勢を示したんや。わしはなんやかんや言うか、ごにょごにょ言うんかと思いよった。だがあまりにもど直球。はっきりと。なんでや、なんでやなんや。まさか。死にたいからとか言うんじゃないやろな。違いますよ。でもこれはあまり。その。なんやそこは言葉に詰まるんかい。はっきり言わんか。さて何が口から出るか。黙って見ていると。好きな人がいるのに。合わない選択なんて私にはできません。好きな人？なんやいきなり。わかりませんか。好きだって言ってるんですよ。あなたのことが。はあ、わのは、わしのことが好きじゃと。そんな大声出さないでくださいよ。恥ずかしいの承知で言ってるんですから。マジで言うとんのか、マジなんか、わしのことが好き、マジ。ちょ、これはちゃんと真理を確かめな。ほんまなんか、おちょくぐとるんか。なあ、目を見せてくれんか。は、はい。まだ。ちょっとタイム。心臓が爆発する。この反応ガチやないか、マジモンのマジやないか。なんで片手に疲れるんじゃ。やな。その、こっち向けるか。ほんまに顔真っ赤や。よう見たら耳まで赤いやんか。耳まで赤くするのは演技じゃ無理でしょう。わかってもらいました。本当だってこと。酔っ払ってるから、ではないんかの。生十五でやっと酔うくらいですが。いや強すぎひんか、飲み負ける可能性出たわ。ちゃうマジでちゃう。調子狂うわ。マジ狂うわ。あかん。そんなに慌てなくてもいいじゃないですか。いやこんな展開予想してへんかったから、いや近いねん、近いねん。なんだ、陸道さんもうぶなところあるんじゃないですか。いやうぶとかそんなんやないわ。びっくらこ決まるハッピーターンなんや。よくわからない造語が出てくるくらいには動揺していると。
いや、まあ、そうやな。はあ、なんでわしなんかを。ぶっちゃけ一目惚れです。一目惚れなんか。わしと話したのは、あれやな、手術をやったかな。最初寝ているあなたを眺めてました。何しろ童顔な上に美形だったもんで。それで喋ったらまあ関西弁で陽気なことで、もう話すのが楽しくて楽しくて。だから病院の時いろいろ言っちゃったんです。ほうなんか。正直、退院してほしくありませんでした。こんなに関わってて楽しい人、そういないからと。でも、こういうのは去っていっちゃうもの。そう受け止めて、仕事頑張ろうと思ってました。もう、会えないだろうって。そんな時にしつこいキャッチにあって、グレンが通りがかって事務所にと。そういうことなんです。そうなんです。いきなり顔グイッとしてくるなや。じゃあ、こうやって近づくのは。なんやその顔。ダメ。ですか。知らん。むー。1たす1は。2。いい顔しとるのが腹立つ。にしてもこれはどうしたもんやか。こんな展開は予想しておらんでマジで。こうなるとあんまりきつく言えんのよな。かといってここで下手なことすると。いろいろこうなるんだオチやからな。本気なんですよ。考えてくれませんか。女にこんな顔されたらな。強いえんわ。しゃあない。考える時間が欲しい。本来なら突っぱねなあかんのやけど、そこまでグイグイ来られたら、考えなあかんからな。む、我慢の時間。ここいらはわしも甘かった、今でもそう思うわ。本来なら、相手を泣かしてでも距離を置かなあかんのやけど、ついわしも、こんなべっぴんがわしを好いてくれている。それに、負けてしもうた。今日のところはグレンの送迎でそのまま帰らせた。帰り。体をずいっと近づけ。諦めないのでそのつもりで。そう念押しをされた。親父、一体どうしたんすか。気まずい雰囲気な上に押されてたし。すまんグレン、わしもう一軒行くわ。あのバーに頼む。え、あ、はい。珍しいことで。飲まんと考えられんのや。いらっしゃい。あったあらいかちゃんじゃないの。うっす。あら。随分と困った顔しながら来たわね。ええ、まあ、ほんまに困ることがさっき起こったんすわ。気になるわねー、ほら聞かせなさいよ。この人は琴姫さん。わしの親と親しくしとった人や、ガキの頃からわしと交流を持っており、未だにライカちゃんと言われている。悩むとき、憂さ晴らししたいとき、一人になりたいとき、ここに来る、ヤクザになってもライカちゃんはライカちゃんよ、と。否定することなく受け入れてくれている。と今話すけん、おすすめお願いしていいですかい。いいわよ。ライカちゃんに告白する女の子が現れたなんて、ビッグニュースよこれ。いや笑っとる場合ちゃうんすよ。いいじゃないの、最高じゃないの、青春じゃないの。それで、付き合うの付き合わないの。な簡単に決められるもんやないっす。だって考えてみてくださいや。ヤクザの頭領か仇の一般人っていう違いでしょ。別にいいんじゃないの。同じ人間なんだし。恋をする権利は誰にでも平等にあるものよ。平等にあるって言っても、結構なの知れたわしのそばにいるって、とがん頑張っても危険と隣り合わせの綱渡りになるやんすか。そんな危険なのに、巻き込みたくないんすよ。だから断りたいのが本音。やけど、でもあそこまでまっすぐに来られたら、断るのも忍びないって思ったりする。そんなにその子のこと考えてるんだ。そら考えますよ。だって生半可な気持ちじゃないのは確かなんやし。もう、なんなら答えてあげなさいな。付き合うって？ま、最終的なところはあなた次第だけど。でも、隣に大切な人がいる。それだけでも世界はありえないほど変わるわ。それは、私が保証するわ。ああ、その女の子に会ってみたいわー。ライカちゃんをここまで悩ませる魔性の子。どんな可愛くていい子なのか。いやー知りたい、早く紹介して。紹介したらもう付き合う確定やないですか。
それ以外ないわ。だってあなたもう惚れてる顔してるものを。何変なこと言い出すんや、ことさん。何十年あなたを見てきたと思ってるのよ。ごまかしなんて聞かないわよ。しょぼーん。